ロッキューマガジン2周年おめでとうございます。デイジーストリッパーです。おめでとうございます。はい、いつもお世話になってます。僕たちも2012年はですね、去年は海外にたくさん行ってですね、まあ、いろんなことをしてきたわけですけども、まあ、ちょっと最近はまたなかなか行けてないからね、またちょっといろんな海外行った時には、お世話になるかなと思いますけども、そんなデイジーストリッパーはですね、5月から5、6、7、8、9と5ヶ月連続で、シングルをはい、リリースします。そして5ヶ月連続で、ワンマンライブをね、やるんですけども、5箇所バラバラなのでね、詳しくはオフィシャルホームページ見てもらえばなと思います。まあ、僕たちもこれからも多分たくさんお世話になると思いますし、まあ、眉、ミナの眉なんかはね、迷子定期購読して、ね、読んでるということなんで読んでるの、言えよなんかあの2周年と言わず3周年、4周年、5周年、6周年とね、そんなね、僕たちですけども、まあ、これからもね、ロックバンドなんで、俺らロックしていこうかなと思います。ロックしてるかい、みんな。おっ、ロックしてるかい。えい、お前はどうだ、テレビの前のお前だよ。髪伸びたな。最後いつものじゃあ やって終わりますよ。はい、いきますよ。はい、じゃあ皆さん、ご愛称お願いします。1、2、3、ナオベル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 、ロッキュー、ナオベル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 、ナオベ